日が昇ってから随分歩かされてる。いよいよ戦いのようだな。一体どいつらだ。うちがイタチに。ナルト知り合いか、ナルト。ああ、二人ともな。まさかお前と戦わされることになるとはな、ナルト。ああ、これか。これとは、キュービのチャクラをコントロールしたチャクラモードってやつだってばよ。キュービの力をコントロールしたというのか。ここまで成長するとはな。俺の弟でしたからな。思った通りだ。カトン、豪華級の術。すでに上だ。分かってる。サスケはどうなった。あんたの極秘任務のことを聞かされて、それでサスケを潰すことを選んだんだ。まさかまだか。潰す気でいる。それは大好きだった兄貴を苦しめた里への弔い合戦のつもりなんだ。マダラメ、俺のことをやはり知っていたか。マダラメ言ったことはやっぱ本当だったんだな。うちが一族が里を乗っ取ろうとして、それを。もういい、ナルト。クソ、体が勝手に万象転移。おっ、よくかわしたぞ、ナルト。血寄せの術。後ろだ。分かってる。ヘイ。カトン、宝銭かつまめに。でけえ割にゃあっけなかったってだよ。油断するな、ナルト。この感じ。ナルト、アマテラスだ。神羅転生。クソ、また勝手に。どうなったんだ。アマテラス。そういうことか。アマテラス。
した。落ち着け。もう俺は操られてはいない。うちが示す万華鏡シャリンガン最強剣術ことわま使う。その剣術で俺は元に残った。真羅転生。真羅転生。ピエロちゃん大丈夫か。人間道。一斉に中央を攻撃する。判断だ。どんな術にも弱点となる穴は必ずある。まさかの魔術だ。異臭だぞ。クーポン螺旋手裏剣。元へ戻ったか。戸塚の剣だ。この剣は封印術を帯びた剣だ。すぐに封印する。何か言い残すことはあるか。ナルト、俺は師匠のところへ戻ってお前の物語を見ておくと。そ
するよ。死にも認めてもらってない。打作を帳消しにするぐらいの最高傑作になってくれよ、ナルト。